このパソコン最新型じゃないか。高かっただろ。いや、タダだったよ。なんで？彼女の家に行ったんだ。そうしたら彼女、服を脱ぎながら。あなたが大好きなもの、あ、げ、るって言うから、遠慮なくもらってきたんだ。男は1ドル相当の必需品を2ドルで購入してしまう。女は2ドル相当の不要品を1ドルで購入してしまう。うちの子供が波にさらわれて溺れ死んだんですよ。ご愁傷様です。お宅で買った沈まない水着を着せておいたのに。おかしいな。水着だけは浮いてきませんでしたか？なんか、昔、バイクに、電飾つけて遊んでて。そんでみんなやってるから、車とかもあるし、船でやってみたら。イカ集まってきたんすよね。網ですくい放題でした。堤防で釣りしてたら猫がやってきた。釣り人の獲物を物色しようとするも、みんなに追い払われた。しばらくすると、同じ猫が子猫連れてやってきた。すると、打って変わってみんながどんどん魚あげてた。猫の勝ちだと思った。あなた、頭のいい女と、顔の綺麗な女、どっちが好き？どっちも好きじゃない。僕の好きなのは、君だけだから。え？君に内緒で頼みたいことがあるんだけど。なんだい？何でも言ってみろよ。お金を借りたいんだが、絶対人に知られちゃ困るんだ。うん、それじゃ、僕も聞かなかったことにするよ。社員食堂のコックが表彰されるらしいよ。経営の刷新に多大な功績があったからだって。やつ、何をしたのかな？ほら、幹部食堂の中毒死事件があったじゃないか。友人に借りた日本史のノートによると、織田信長は本能寺の恋で明智光秀に敗れ、自決したらしい。今までに5回も仕事を変えていますね。飽きっぽい性格ですか？いいえ、自分から辞めたことは1回もないんです。友達100人できるかなってあるだろ？100人で食べたいな富士山の上でおにぎりを。ってあるだろ？一人はぶられてるじゃねえか、アホか。幼馴染なんてそんなにいいもんじゃないよ。生まれた時から一緒で家近所で四六時中一緒にいて。マジで朝起こしに来たりとか、親同士が旅行に行った時。なんか泊まりに来たりもしたけど結局キス止まりだった。高校がお互い別の男子校に入っちゃってから疎遠になったよ。逃げ出した犬が1時間後に自力で帰ってきたんだけど、背中に油性マジックで 4WD って落書きされてた。